今まで私に男の子のないのが寂しい。東宮を院のお言葉通りに自分の子のように私は考えているのだが、いろいろな人間が間にいて、私の愛が徹底しないから心苦しくてならない、などとお語りになる。ご意志によらない政治を行うものがあって、それを若いお心の弱さはどうなされようもなくて、ご反問が絶えないらしい。